今回の旅の目的地でもある銀山温泉に間もなく到着いたします。すごい。え、すげえ、これな。すごいな。綺麗。さあ皆さん、はい、いよいよ今回の旅の目的地でもある銀山温泉に間もなく到着いたします。はい、ありがとうございます。温泉、温泉、温泉、せっかくね、存分に楽しみたいということで、周りの方々に気づかれないように、はい、この手持ち棒ありますね、僕たちの自撮り棒で撮影しながら、マジで観光客の一人として紛れ込んで、ゆっくりと最高の銀山温泉の風景を撮影しましょう。はい、堪能しましょうか。任せてください。ここから近いん？ここからも近いです。ちょっと行ったらもうすぐ着くんで、明かりがすごく綺麗で、夜景がすごい綺麗なんで、ほんまや、はい、楽しみやね。楽しみにして。西畑さん、手震えすぎてます。震えすぎ、寒い。手震えってすごいことなってる。じゃあ早速行きましょうか。行きましょう。はい、はい、おぉ、すげえ、カメラ撮ってない、カメラ撮ってない、すげえ、待って、めっちゃ綺麗だわ。しかも、どこだっけ、銀座温泉、残金、残金、残金や、え、すごい、見て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 、ほら、うわ、え、やば、え、すげえ、そんな出ないよ、ほんまや、すごい、え、すげえ、これ、なすごいな、綺麗。お、西畑大吾、YouTube 解説、YouTube 開設しました。登録してください。うわ、すげえ綺麗。足湯や、あれじゃない、どこへ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 、足湯や、うわ、足湯や、足湯や、いいね。あったか、やば、これあれや、新幹線あったまる、これは新幹線あったまるな。ちょっと楽しみやな、温泉が。うわ、これはめっちゃいいわ、銀山温泉、これだぜ。なんかさ、外観はなんか昔ながらのって感じだけど、中めっちゃ綺麗じゃん。そら、すげえマジで。どうぞ。はい、グーズ。さあ、どうでした皆さん、銀山温泉を見てみて。実際にめっちゃ綺麗、綺麗、めっちゃ綺麗、初めて来た、綺麗でしたね。神秘的、写真も綺麗やなと思って、それ以上のさ、景色を見れて、そうそう、うん、やっぱり実際に見ると全然違うよね。なのでこの感動を、はい、ちょっとこう今すぐにでも形にしたいなと思いまして、はい、はい、こんな企画をご用意いたしました、はい、題して銀山温泉お絵かき対決。よいしょ、お絵かき、お絵かきでございます。なぜ？ペン、色鉛筆、クレヨン、はい、鉛筆などお絵かきアイテムのご用意を上にしておりますので、はい、好きなアイテムを使って自分なりの銀山温泉を絵で表現してください。はい、はい、制限時間は15分でございましてですね、最終的にこのお店の方に一番グッときた絵を選んでいただいて、はい、見事1位の方にはご褒美を差し上げます。マジで、どうですか、絵心の方は。まあないと思うけど、長尾があります。やるよ、あります。で、天使さんがグッと来たらいいわけでしょ。そうです、グッと来た、心をこう動かされたような絵を描いたメンバーには、はい、天使さんの情報分からへんけど、結構おしゃれなカメラとか置いてあるから、好きになると結構ハードル高いな。ハードル高いな、ね、行きましょうか、行きましょうか、はい、行きましょう。さあ、絵が皆さん描けたということで、はい、お疲れ様でございました。お疲れ様。じゃあ、一人ずつちょっと見ていきましょうか、ね。おー、はい、誰からいきますか。まあ、じゃあ、ジョー君からいきましょうか。はい、俺は、絵の具。おー、絵の具ね、素晴らしい。ガチ、ガチで、うん、もう目の前の景色を描きました。
こちらです。おお、いい雰囲気めっちゃある。雰囲気めっちゃある。そう、なんかすごい絵の具の良さ出てる。これ大体8割ぐらい。あの出来は。出来プラス、ここにプラスちょっとあの自然のもの。ちょっとごめんなさい。いやなんか塊すぎて雪。あ、雪です。天然の雪。天然の雪取ってきたんや。雪渡すスタッフさんもなんなん。でもさ、今もだけど見てもらう時には溶けてない。あ、だからもう一回同じこと。もう一回同じこと。あ、なるほどね。グランメゾン東京いい。あ、でも立体的になるからいいかもね。そうそうそう。もう新しい。いいですね。いい。じゃあ続いて流星くん。はい。僕は二枚。え？一枚。ちょっと。あ、下書き、下書き、下書き、置いたら下に引いてください。こちらです。おお。寒さを忘れるくらい銀山の光は人を温める。おお。全員俳句かなと思ってた。俳句じゃなかったよ。ちょっとなんか五七五かなと思ったら、旬全然旬八九ぐらい。俳句ちゃいます。なんかね、こう銀山の明かりを見たカップルがほっこり温まってる様子を描いてみました。いいや。カップルいましたもんね。光が綺麗やったからちょっと光頑張って描きました。ああ、いいや、めっちゃ綺麗。いいですね。だからちょっと俺と被ってる。はい。か。じゃあ続いていきましょうか。いいよ。僕ですか。言葉も。いきます。はい。うわ、すげえ。こっちか。はい、すげえ。いいよ。おい。すげえ。いきました。これは何で書いた？これはシャーペンと、あ、シャーペンじゃない。鉛筆と、ここは筆ペンで書きました。おお。こう銀座温泉みたいな感じ。おお、すげえ。上からね。うわ、めっちゃいいや。ちょっとなんか綺麗。自分が橋に立って。うん。あ、見た感じね。自分の景色ね。はい。綺麗やな。うまいじゃん。うまい。うまいな。さすがや。しっかりしっかりとこう立体的に描いてあるね。あ、ありがとうございます。あるね。あるね。めちゃくちゃ上からやな。じゃあ続いて僕から僕いきますね。はい。こちらでございます。お。おお。おお。かわいい。ごめん。あの。すげえ。俺ができる限りの精一杯はこれまででしたね。いや、いいじゃない。マジで、そうなんですよ。頑張って描きました。意外とこれ俺も描きました。すごいな。模写うまいね。でしょ。そう、恭平と同じやり方で描いてた。うん。あ、シャッシャッシャッ。そう、シャッシャッシャッ。うん、今回シャッシャッ。なるほど。じゃあ次、僕ですね。僕はあの、どっちかっていうと風景というよりかは銀山温泉ゴリ押しって感じの。おお、ゴリ押し。うわ、待って、え、これさ、のれんとかでありそう。あ、そうです、そうです、だからすごいね。のれんとかをイメージして、すごい。ステッカーとか売ってたら買っちゃいそうやん。確かに、かわいい。じゃあ続いて、大橋くん。僕は、あの、ほんまに妄想して描きました。妄想？はい。え、かわいい。これ、あの、足湯あったやん、一番初めに。足湯や。あれじゃない？よく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 よ。足湯や。足湯や、いいね。おーってなって、で足湯のすごいあの感覚があったから、足湯をあのみんなにしてるみたいな。これ足つぼですか？で、これあの岩たち、あの周りの岩たち。で、これ川ね。川で、これあの寺じゃないもん、あの旅館。旅館とかなんか全員絶妙な、こういうのが。ほんまや。なんか温泉流れてんの。若干ね、全員若干みんなジッパー入ってる。ジッパー入ってる。ジッパーと共に入ってるよ。ジッパー入ってる。みんな風に負けてるっすよ。足も温まるし、心も温まるし。そう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 。じゃあ最後、僕はそうそう、この旅館を斜めにして見て描きました。うん、ほう、こんな感じです。うまーい。いいね。うまいな。うまいな。な感じですね。で、こっち黒と黄色使ってちょっと夜やけど、なるほど、使ってますみたいな。あ、ね、いいね。表現の仕方がね、すげえ。だって割と箸は凝りました。すごい。確かにね、めっちゃこだわってそうやな。これいい勝負やな。みんないい勝負じゃない？自分たちで15分の中で、はい、自分たちなりの銀山温泉を撮らせていただいたんですけども、はい、この中でもう、はい、マスターのフィーリングでいいので、ピンときた、もう直感でいいので、はい、この中でいい作品を選んでくださればいいなと思うんですけども、はい、どうでしょうか。じゃあちょっと見させてお願いします。お願いします。はい、オーディションみたいな。マスターは普段絵を描いたりしますか？私は絵は描きませんが、写真を撮ります。おー、下にカメラたくさんありましたもんね。そうですね。はい。
では決まりました。おー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 、よろしいですか。はい、はい、じゃあそれではマスター誰の絵が良かったか、はい、選んでください。お願いします。じゃあ構図つけがたいのですが決めさせていただきます。ではこれでお願いします。すごい、ありがとうございます。やっぱりこう銀座の温泉のこう真ん中に川があって両側にこう旅館が立ち並ぶっていう感じを見ていただきたかったんで。なるほど、ありがとうございます。やった、すごい、 いやありがとうございます、はい、じゃあ、 選んだのは長尾、はい、だったんですが、はい、ご褒美を、はい、何なのかお聞きしてもいいでしょうか。はい、うちの名物の焼きココアと、うお、あと手作りのプリンを食べていただきたいと思います。いやかー、めっちゃいいな。うわー、うまそう。うわー、焼きココアと熱いのでくださいね。すげー、はい、とプリンです。うわー、ください。いただきます。はい、熱いんで気をつけてね。はい、はい、めっちゃいい香りします。甘いいい香りする。じゃあ早速いただいてもいいですか。はい、どうぞ。いただきます。いただきます。手作りですか。そうです、はい。へぇ、手作りはやばいな。うまっ。え、今の馬は大丈夫ですか。 NG バージョン。ピリーン。おいおい、続いてないやん。NG バージョン。いや、プリン。あ、これ全部食べ終わるのに待ってくれんの。いや、次の場所俺ら先行って先行って。待って待って待って、ゆっくり堪能しとき。景色と一緒に。それは急がんでいいから俺ら先行っとくから。じゃあ行くんも悲しい。ゆっくり食べときます。待ってよ。また乗れへん。また乗れへん。嘘また選ばれへんかったから。そうです。またどこかよかったら食べれた。また、うん、じゃあちょっと食べやぜ。じゃあ俺まだいてくるな。俺もあと変わってくる。今この優しさ出して。おいおい、辛いぞ。おい、うんだ。